はい、こんにちは、山々です。今日ね、なんでね、部屋の中でお前マスクしとるんやっていうツッコミね、入りそうですけどね、単純に、ちょっと今、入れ歯をね、パーシャル点灯、要は入れ歯台でね、洗ってるね、最中にね、ふと思い出したネタをね、ふと思い出したまんまに始めたんで、今、ちょっと歯がないんでね、さすがにちょっとお見苦しいだろうということでね、ちょっとマスクつけながらやってますけどね。まあ、そんなこととは置いといて、今日はね、何をやっていこうかというと、もうタイトルに書いてある通りですね、今話題の、純也さん。一体何者なのっていうね、よく、最近問い合わせがね、意外とね、やっぱね、私の周りでもね、ありますし、まあ、私はね、言うて、ね、一応 YouTuber っていう形でね、させてもらってる以上、まあやはりね、トレンドで上がってきてる人とかっていうのが、まあチェックをしとって、まあね、結構、なるべくね、フィードバックでね、ね、若い子とかにね、聞いたりとかも、しながらね、やってるわけでございますけど、そんな中でもね、若い子とかでも、最近ね、はじめ社長さんとかがね、動画で話題するようになって、初めて知ったよっていう、方が多いんですね。その方がこの今、飛ぶ鳥を落とす勢いと、呼んでいいでしょうね。純也さんという方がね、いらっしゃるということでございます。で、一体何者なのということでね、いうのがね、結構、誰なんていうね、問い合わせ、実際にありましたんで、じゃあね、これはね、うちのところでもね、データ解析をね、しておこうよねかということでございますね。ということで、今日は、純也さん特集でね、データ解析をして、また便乗してね、うちのチャンネル登録者数も増やそうという、案内でございます。ではね、ここからね、ちょっとじっくりと見ていきたいと思います。よろしくお願いします。よっ。ってことでね、早速ね、始めていこうと思うんですけど、画面の方ね、ちょっと変えましょうか。よっこいしょ。純也さんね、一体誰なんやってね、方も多いと思うんですけど、こんなチャンネルでございます。今、純也さんってことでね、今日の段階、収録日の段階でね、今10月の3日ですけど、日曜日ですね、登録者数なんと973万人ってことでですね、いや、えぐい数字出てますね。973万でございますよ。これ、ですから今の段階で、はじめ社長を抜いちゃってるんですよね。で、今、ヒカキンさんは1000万人超えましたけど、ということで、973万人。いや、なんや、ね、まあ確かに多いけど、でも全然ね、それの割には俺知らないけどって方も多いんじゃないかなというわけでございますね。で、ね、ちょっとね、変な画像が多いんですけど、要は、こういう感じでございます。一応ちょっと端っことかモザイク入れとこうかな。なんて説明したいのかな。これね、何なのかって言ったら、ザリガニじゃねえ、船虫みたいなやつをね、多分、これおもちゃだったと思うんですけど、鼻にぶっ刺したりしてね、っていうような動画でございます。ちなみにこれが17万再生ってことなんですよね。ってことなんでね、いろいろと多分、ってね、ちょっと YouTube してる人だったら、ね、何って、いうようなところがあると思いますけど、で、973万人でね、パッと上がってきてる 2.8.4.7 万、まあこれ、ってなってますけどね、気になるところとかでね、いろいろとあるんでね、特徴をね、まとめてみたいと思います。とりあえず、まず、純也さん、スタートはめちゃくちゃ遅いです。2020年の9月なんですよね。私の画像が出てないじゃん。さあ、ところでこのね、純也さんっていう方、973万人もいるんだからね、それははじめ社長を抜くっていうぐらいですから、さぞかしね、日本人なんです。日本人のクリエイターってことなんですけど、さぞかしね、知名度があるんだろうと思われるかもしれませんけど、結構ね、誰に聞いてもね、知らない。まあ、うちらの同世代の方はね、なかなか YouTube に親しみがないから、そんな YouTube でね、登ってきてる人もおるんやね、ってぐらいですけど、若い子に聞いても、誰それって言いないことが多いのが純也さんでございます。その特徴の一つとして、言えるのが2020年の9月から始めたということでね、とにかく、遅咲きなんですよ。遅咲きっていうか、本当に始めたのが遅い。正確に言うと、前に一回、チャンネル開設したことがあるみたいなんですけど、バンクラしてるらしいです。ということで、それもあって、もう一回、作り直したっていうような経緯があります。で、なんでバンになったかって、まあ、その辺りちょっとね、私もね、バンになる前を知らないんで、あんまり詳しくは知らないんですけど、まあ、要は、YouTube、TikTok の方でね、メインに活動されとって、今もちらっと言いましたけど、ね、虫を鼻にぶっ刺すとかね、そういうようなね、ショート動画、体を畑って言ったらいいのかな、ショート動画。で、どっちかというと、
どう、まあね、多分日本人的な感覚でいくとちょっと下世話な、やつと言ったらいいのかな、な感じに、なる、まあ、いわゆる お下品笑い な笑いを、取ってくよっていう感じの方なんで、なかなか日本だと、そんなに伸びるのかなっていう感じがあるかもしれませんけど、ここがね、一つこれからの YouTube、TikTok っていうのをね、占う上で大事なところになってくると思うんですけど、それでも973万人いるわけでございますよ。でどういう感じなのかっていうと、これはね、こんな感じでございますね。よっこいしょ。こんな感じで、説明文の方を見てみますと、こんな感じになってます。A man beyond Justin Bieber ってことで、Justin Bieber を書いてます。ここはね、日本語で書いてありますけど、This is one and only Junior's official YouTube channel ってことで、ジュニアの、唯一の、オフィシャルチャンネルですよ。だから他はあのオフィシャルじゃないですよ、アンオフィシャルですよっていう案内を入れてますねっていうことなんで、見て分かる通り、英語で書いてありますよね。つまりそういうことです。もう英語で発信してます。基本的にだから日本語でわーって説明するようなやつじゃなくて、はっはー、わっはーっていうような感じで、一文字と勢いでやるような感じでやってる感じなんで、全然日本人を相手にやってるわけじゃないんですね。海外向けに、こんな、バカなくて日本人もいるんだよっていう感じで、発信をしてると、言って問題はない、過言ではないのかなと思います。ですから、見てると多分、その、登録者のほとんどが英語圏というよりは多分ね、アジア、中国圏が多いのかなっていう感じがします。さすがにそのね、統計情報を私は見れるわけじゃないんで、そのあたりは分かりませんけど、そのあたりを紐解ける方法というのがあります。でもこのあたりもね、全部カラオケと書いてありますけど、ちなみにね、ここにちらっと出てますね、コラブジャパンでいいのかな、っていうことで、コラブジャパンっていう、ところ、があるそうです。ではコラボアジアっていうアジアでそういったマーケティングをやってる、芸能事務所とはちょっとまた違うクリエイター事務所に、どっちかというと特化して、いろんなその、動画コンテンツの、作成補助とかやったりとか、ね、そんな、プロモーション活動をやったりとか、いうような活動をやってるところで、それの日本の法人部門に所属してますよと、いった流れらしいです。ですから、香港か、中国の方を拠点にしてやってあるような感じみたいですね。ですから当然そのマーケティングとかっていうのも日本っていうのを全然重視、全く無視をしているというよりは全然そこを重視してるんじゃなくて、もっとでかいですね、マーケットがやっぱ中国、まあ東南アジア中国、こっちの方がマーケットとして全然大きいですからね、日本相手にしとるよりも全然こっちのがね、あのお客さん属よ、まあ実際それで973万人いってるわけですね。まあそれはそうですよ、中国の人口が十何億いるわけですかね、英語圏でね合わせたら60億ですから、日本語圏は世界中どっからね引っかけ集めたって、2億人ね、いかないわけでございますからね、っていう要は母体数のところで、完全に勝負してるよってことですね。まあですからうちもね、実は英語圏でやるように、実は英語でね、ちょっと表記とかは、やったりとかやってるんですけど、オーディオンジャパンっていうのはね、ちょっとあんまり本格的始められてませんけどね、そういったようなのをやってる流れがある中で、やはり、ここのね、純也さんも完全にですからね、表記も最初にアルファベットでね、出してあってっていうところでやってある。だから全然ね、日本人が見ても、なんでこれがそんな伸びてんのっていうのが多いっていうのは、さ、になるんじゃないかなと思います。それはもう日本、だからヒカキンさんの真逆だと思ってくれもらったらいいんじゃないかなと思います。新しい順で見ていくと、まあね、最近分かったのがあれなんですけど、ちょっと画像がねあれだったんで、ちょっとねこっちの方に変えましたけど、このチャンネルの特徴の一つとしているのが、先にちょっと検索者のリストを 見てもらいましょうか。さあってことでね、このデータ見てもらうと、パッと見て分かるのが、まずやっぱり登録者数、多いよね。すごいですよね。これ8年とか9年やってる方と違って1年でこの数字ですからね。やはり増え方としては、えぐい数と言えます。これはあの英語圏の中で見たとしても、まあ、すごい数字です。ですからやっぱ
アジア圏、中国圏と英語圏のところを、両方ね、多分取れとるから、もうこんだけね、数字が上がる。ちょっと日本人の、日本のね、ドメスティックマーケットと考えると、ちょっとだいぶ規模が違いますからね。っていうのが、これあたりから見えてきます。で、もう一つの特徴としては、やはり視聴回数で見ると、そんなに、じゃあ、ね、それに見合ったのかっていうと、やっぱ1年しかないっていうのもあると思いますけど、458万再生、45億再生ってことなんで、やはり、ここになってくると、実はオンエアさんの半分ぐらいっていうことになってきますね。まあまあまあ、確かに、ね、2年、ね、この数字っていうのはすごいのはすごいんですけどね。2年も経ってない1年で、ね、この数字ですか。まあ、もう確かにすごいの、すごいんですけど、何が、もっと驚かないといけないかというと、この視聴者数よりも動画の投稿本数ですね。1852本ということで、もうすぐ2000本いきます。多分じゃあこれやったらね、あと150ね、毎日投稿で150日ぐらいで、あと半年ぐらいいけるのかというと、そうじゃないですね。そんなペースだったら当然1年でこの数字なんです。1年で1800本ができてるんです。1日、そうすると平均で365日って考えても、ね、350で割っても700の、1400、1日5本は上げてるよぐらいのペースでずっと出し続けてるんです。それがさっきの画面で見てもらったところになってくるんですけど、こんな感じになります。最近の投稿が52分前、2時間前、3時間前、5時間前、17時間前、17時間前。18時間前、18時間前、18時間前、20時間前、23時間前。はい、ここまで1日経ってない。これなんですよね。で、まあ、見てもらったら分かります通り、画像としてはね、非常に、うちのチャンネルだともう最低レベルのね、ことが、普通に、行われておりますし、というか、鼻からジュース飲むと、このね、初期の達也さんよみたいなね、状況にもなってる感じがしますけど、ジュースではないのかな、これは何か分かりませんけどね、うん、もうわざわざ、開いてね、見る、ね、まあ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 、こういうのがね、当然、まあ日本人の中でもね、やっぱね、こういうぐらい逆に日本人がどんどんやらなくなってましたから、そんな中でね、こういうのやって、やっぱこういうね、わかりやすいものがやっぱ、海外マーケットは受けるっていうのはありますからね。特に多分中国とかだったらこういう方のが、受けると思います。日本人のその話題のセンスとその感度が全然違いますんで。話すね、言葉の大きさもね、向こうね、向こうの人ってなんか怒ったように喋ってるような感じになるじゃないですか。じゃなくて、アーセントをね、会話として精通しちゃうみたいなところもね、その言語学上ありますからね、日本語っていうのは一番ボソボソ喋ってね、向いてるっていうのがあったりしますからね、そういったような文化の違いっていうところも、結構マーケティングとして考えてるんでしょうね。というからもう完全にそういうところになってるんだろうなってなんか分かってきます。ですからまあ、再生数で見ると、確かに1個の動画で見ると15万再生、12万再生ね、まあ、ショーツですからね、でもショーツでね、海外でやってるんだったらね、100万再生、300万再生とかね、行くのがゴロゴロあるよっていう中で行くと、意外とアベレージ下ではないなっていうのは、こうやって分かってきますよね。でもこのあたりも全部ショート、ショート、ショート、ということで。完全に、日本人の YouTuber の、日本人向けにやってる YouTuber とは全然、質がね、違うもんやってるのがね、この辺りからも分かってきますよね。ということでございます。で、ちょっと。で、何にこういうね、感じになるのかっていうと、そんな中でもやっぱ当たってる動画っていうのはすごいわけでございます。逆に言うと、だからこの数字になってる。それがね、見えて取れるのがこの FPM 値の値とかも、やっぱこれは数字がいいですね。それ1800、ね、動画で、もう970までいってますから、やはり効率はいいんですよね。でも、効率っていう中で見てくると、面白いのはやはり、平均再生数で見ると、ああ、確かに落ちるんやなっていうね、感じだけど、やっぱオンエアさんの数がちょっと高すぎますけどね、これはすごいことなんですけど。で、見てみると、やはりね、トップの動画はでもね、またエグいっすわ。で、見てみるとこんな感じなんですね。一番多い動画が、1億9000万再生ですね。で、次が1億5000万、1億5000万、1億4000万、1億3000万でことで、他の皆さんのね、動画見てもらったらわかります。ここで結構特徴出ますけどね、ヒカキンさんのところは、上が1億1000万で、次は3800万になってますね。はじめ社長さんが1億2000万に対して6800万になってます。で、純也さんは1億9000万、1億5000万、1億5000万。東海オンエアさんだとね、ね、あれだけ再生数を持ってると言いながら、実は2800万再生、3000万再生いってる動画が、ないっていうね、実はところがある中で、
一番下の動画で1億3000万、唯一この中ではね、1億切ってる動画がないっていうアベレージになってます。これ、キッズラインさんでも確かあれだよね。1億切ってたのがあったはずなんで、ちょっと見てみようか。キッズラインさんが、ちょっと古いデータですけどね、見てみたらこんな感じ。キッズラインさん6億って動画があるからな。6億、1億5000万、1億3000万で、そっから1億切って8700万ですから、そう考えてみると、長打力っていう意味で言うと、いや、えぐいものあるなって、全部1億3000万かってますからね。っていうこと。まあ、多分、これは、おそらく読めるのは、もともと TikTok ですごいお客さんを持っておいた。そのお客さんたちに YouTube やったよって、いうふうにポーンと、もともとインフルエンサーとしての力がある状態から、YouTube に入ってきてるんで、初期の時にババッとついた。それが、勢いになってこういう数字になったんじゃないかなというふうに見ます。最近の動画が数十万再生というところから見ると、1年でこのね、波ができてるっていうところが、やっぱショーツの特徴でもあるのかもしれませんけどね、っていう感じが見てとります。ってことなんで、まあ、この数字から見てみるとね、要は、分かってくるのは、客観的なね、数字としていくと、やはり飛ばし合って、のね、傾向はあるのかなっていう感じがします。で、アベレージが弱い分をどうするかって言ったら、とにかく数で稼ぐっていうね、いう感じですね。それで、海外マーケティングで勝負するっていうのがもう全然違うところですね。まあそういう意味で言うと、やり方こそ違いと、意外とうちのチャンネルと、ストラテジーは似てるところがあるんですよね。うちのところも、そんなに日本人向けね、する動画とかで、まあよくお漬物動画っていううちは言ってますけど、ね、皆さんね、それはもうね、美味しい焼肉をね、出すお店もあって、オムライスを作る店もあってね、ラーメン屋さんもありますよ、すする TV さんとかね、で、いろんなね、料理、ね、和洋中、いろんな料理が出てくる中で、うちはお漬物だけつけてますね。スーパーで言うならばね、メインの肉コーナーがヒカキンさん、はじめ社長さんとかね、あって、お惣菜コーナーに東海オンエアさんがあって、まあ、感じるとそんな感じかなって感じがするんですよね。惣菜になってるのが東海オンエアさんなのかなって感じがして。っていうような感じになっている中で、うちは、その隅になるテナントの、お漬物コーナーでございますということでね、そんなに需要がないのは分かってますけど、ね、でも漬物だけやってます。でも、ね、みんななんかお肉ね売ったりとかばっかりやってるんでね、意外と漬物屋さん少ないんで、ね、もうたまにね漬物も食べたくなりますよねっていうような感じで作っとるし、なんならジャパニーズね、海外の人が来た時にね、ジャパニーズオージャパニーズね、フースって言ってね、どうかなってなった時にね、オムライスとか出しとる店やったらね、いや、海外にももっと、あ、オムライスはないのか、ですけどね、例えばステーキを出しとるお店があったらね、いやいやいや、アメリカにも美味しいステーキあるし、アメリカのステーキの方が俺は好きだよってなっちゃいますよね。だからその点、日本でお漬物売ってます、日本のお漬物どうですかって言ったら、海外の人はそっちの方が受けますよね。っていう感じの、マーケティングを狙ってるっていう意味でいくと、どっちかっていうと、海外の人の味付けに近い、ガリガリの中華ってね、中国人に向ける中華を、ね、インスタントラーメンを作ってやったって感じかな、どっちかっていうと。そういう感じ。ね、それが、ね、いいか悪いかじゃなくて、そういうマーケティングでやってるか、当然全然かぶってないか、当然こういう数字になってくるというところですね。日本人でこういうことやってる人が他にいるみたいです。特にここのね、実はチームのところにいるみたいですし、なんですけどね、日本人なかなか伝わってこないんで、私もね、なかなかそっちの方のクリエイターさんの方にはね、情報が入ってこないところではありますからね、難しいところではあるんですけど、やっぱ海外の、ね、人の動画を見てると、まあ、どうなのかな、私はね、この海外の動画とはまたちょっと違うところがありますから、ね、あれですけど、意外と海外しかもね、その毎日投稿っていうような週一投稿でね、がっつりとね、撮っていくぞっていうようなね、傾向も見ておりますが、そんな中でいくと、我が道を行ってる感じもありますね。まあ、これもきっとその、戦略マーケティング、それこれは事務所さんも含めたね、ストラテジー、マーケティング、マーケティングストラテジーが、しっかりと確立している中でやってるので、これはもう間違いなく1000万いくのは間違いないでしょう。私の予想だと1500万再生ぐらいすぐ行く。もう多分ヒカキンさんもすぐ抜かれるでしょうという予想を立ててますけど、とにかくね、こういう感じで全然マーケティングが違いますし、で、もう残念ながらやはりね、残念ながらなのかはわかりませんけどね、数字としては、結果としてこういうのがね、どんどん出てきますんで、やはり、海外のマーケティングね、やった方が強いな、強いですからね。っていうのがこういうところから見て取れるかなと思います。まあ正直ね、オンエアさんの動画とかね、ヒカキン、正直、あんまりね、こういう言い方すると良くないかもしれないけど、本当にヒカキンさんとはじめさんって日本人に特化してるんですよ。ね。
だから日本人の僕たちすっごく面白いと思うし、っていうところでね、若い人にもね、やっぱり面白いなってなるところがあるんですけど、意外とね、オンエアさんの方がね、海外には持ってきやすいかなってきます。っていうのは、名古屋フードなんで、あのね、味噌カツってして売ってるわけですよね。うん。八丁味噌って言ってると、八丁味噌は完全に岡崎ですからね、八丁味噌って言ってね、キムサキのラーメンとかってね、売ってるわけでございますね。そうしたらね、海外の人がね、他のね、ところと比べたらね、逆に日本っていうよりはそこまでドローカルに行ってると、逆に海外の人から見た時に得意性が出ますからねっていう味がありますんで、意外と東海オンエアさんの動画って英語の字幕つけたら意外と東南アジアとかに行けるんじゃないかなっていう気がするんですけどね、やってみようかな、どうかなっていうようなマーケティングとかを考えてするときに、ジュンヤさんっていうような、こういったね、ある意味、社会学的に言うと、視点が違う、ストラテジーが違う、ね、いわゆる戦略が完全に、違うところっていうのを見たら、どういうマーケティングがあって、やはりね、海外のマーケットっていうのはでかいな、こんな大かも分かってきますよね、っていうようなことが分かるジュンヤさんでした。まあ、実はね、日本人の人が見たりね、ぜひお勧めします。正直、日本人の方にお勧めしますよとは言いません。どっちかというと、ちょっと、見とってね、そういった虫が出てきたりね、そういうのがあったりしますんで、そういうのがね、苦手な方もいると思いますし、日本の方だとやはり多いと思いますから、ある程度そういうような、多少グロ注意とまで、言わなくてもいいのかもしれませんけど、下世、まあ下世話なね、下世な感じですんでね、まあそれでもね、一回ちょっと見てみようかなっていう方は見てもらってもいいんじゃないかなと思います。あ、こういう、のが海外のマーケティングでは受けるんやなっていう勉強にするのにもいいかなと思いますので、よかったらやってみたらどうかと思います。あ、で最後に点数だけ出してみましょうか。はい、ということでね、全部の数字が出てみました。そうするとね、ポイントは48点とかって、間もなく S ランク入りそうですね。ライコは A ランク、まあはじめ社長とかって点数的には並んでくるなってことで、まあトップ YouTuber のまあ、TikToker なんでね、そっちの方で完全にあれしてますけど、YouTube としても、もはや、一流の仲間、一流というね、こういったものを一流と呼ぶのかどうかというところでありますけど、まあ、数字というのは、こうやって続きますからね、やはり海外マーケティング強いんだよということでね、もっと正直ね、正直、もっとね、海外に、売って出てくるね、クリエイターさん、現れてきてほしいなというのは正直な思いではありますけどね。というのはね、その、じゃ、日本のね、その、クライミング、主張をね、発信していくっていう上ではね、そういった海外向けの発信をね、やっていくというのは非常に、これは政治的な発信だけじゃなくてね、こういったエンターテインメントとかの発信とかっていう意味でも、やはりね、こういったところ重要になってきますんでね、そのあたりのマーケティングを補佐するようなね、例えば、ロジックって言ったらいいのかな、ね、翻訳者さんがね、するチャンネルみたいなのかね、現れたりかしちゃったのかなっていう感じがありますけどね、っていうのを含めて、まあ、10月3日の結果、あ、そうそう、これ、ちなみに、私のやつもちょっと英語で入ってるからやりで、海外表記になってますからね、9月18日2020、海外はこういう書き方、日本の場合はね、年を最初に書いたりしますから。まあ、こういうあたりもね。まあ、うちもね、オーディナリージャパンの方ね、なんとか年末商戦のところにはね、合わせて、ちょっと更新できるように、作ってきないなと思ってますんでね、よかったらね、このあたりと。そんで、またね、よかったらチャンネル登録とかね、いただければ幸いでございます。ということで、この動画で、ね、まあ、これぐらいでね、締めさせていただきたいなと思います。どうもご視聴ありがとうございました。はい、ちなみにね、うちのチャンネル、こんな感じでね、山城スタッフで総合チャンネルっていう形でね、やっておりますけどね、実はうちも海外マーケティングのことをね、こっそり考えておりますからね、実は海外の人が表示をするとこんな感じでね、ちょっと見にくいかな。やっぱりそう。ちゃんとね、英語で表記が入るようになって、実は、英語でこんな感じで説明が入るようなところまでは実は作ってあります。あまりね、知られておりませんけどね、ていうかそれは知らないはずなんですけど、実はちゃんと考え向けにこういったようなね、取り組みとか、だからビデオの表記とかも、ちょっとね、めんどくさいのはめんどくさいんですけど、英語の表記にね、同じやつを変えたりすることができます。久賀さんとかね、フェリーのね、動画出されてる方とかでね、
も、同じようにやってて、やっぱ海外の人もメインでね、視聴者さん持ってるって日本人の方いないわけじゃないですか。そういう感じで、旅行動画とかだと結構ね、やっぱり多いんでね、そういったようなやり方もありますんでね、またよかったら、ね、そういったのもご検討いただけたらと思います。というか、うちが実践していい加減、タイトルだけでもね、入れときたいななんて思いはあるんですけどね、なかなか進まないという感じでございます。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。